おはようございます。3月31日、金曜日の朝、天気は曇り、カフェレストランマハスリーただいまよりオープンです。コーヒーだけでもお気軽に。さて、今年も、3月も末になりましたね。はい、カフェレストランマハスリーオープンしております。ダチョウ料理と白いカレーのお店。今日も一日交通安全商売繁盛でよろしくお願いします。もう月末となりましてね、朝のモーニングからやっておりますんでね、よろしくお願いします。営業時間がね、朝8時から夜9時までですが、ラスト入店が夜の7時、8時ラストオーダー、7時の段階でどなたもいらっしゃらない場合はその時点で閉店とさせていただきます。7時にね、間に合わない方いらっしゃいましたら、よければ電話ください。6時ぐらいにね、電話いただきましたらね、ラスト入店時間延ばさせていただきます。電話番号はこちらの方になっておりますのでね、よろしくお願いします。今週のランチは、チキンの味噌だれ炒め。他にもね、たくさんメニュー用意しております。ランチタイム中はね、ちょっとお得ということでね、コーヒー紅茶がプラス200円でお付けすることができます。ぜひ皆さん食べに寄ってください。マハスリー、2004年に高槻から移転してみましてね、もうじき満19年も迎えます。20年目に入ろうとしてますね。早いですね、この20年って。あっという間でしたよ。またマハスリーはね、ゴールドステッカー認証店です。そして、ライムグリーンのカエルさんもコロナ対策で任意でマスクしております。はい、お願いがあります。アルカロ世代にて手指先の上入店よろしくお願いします。また発熱風邪症状のある方、誠に申し訳ありませんが入店をお控えください。こちらの方は任意なんですが、飲食時以外はマスクを着用の上お静かにお話しください。まあ、いろんな番組ね、チチンプイプイさんからね、ハチミツくんとかね、まあ、いろんな方が来られてます。渋垣隊の深川くんとかね。また、カフェレストランマハスリー、ノースモーキング店になっております。また川崎の風提携施設、おいでよ堺観光協力店。堺はね、まず古市古墳群世界文化遺産になっております。仁徳の天皇さんとかね、いろいろあります。街にあふれる太古のロマン、大阪堺古墳のある街ですね。はい、よろしくです。まあいろんなね、コーヒーのね、こういうのを作ってもらったりとかね、いろんなのして遊んでまいりました。ダチョウの料理はこういう形で、脂肪分が牛に比べて、15分の1、カロリーがね、約3割低くてね、鉄分も、約3倍になります。はい、ぜひあのダチョウの料理食べてください。また MBCS ラジオのね、PR 大使もやっております。まあこういう形でね、 MBS のこんにちは、こんにちはさんとかも来られております。いろんな写真もね、こういうふうに置いておりますんでね、ぜひよかったらお願いします。これはね、ケメコの椅子ですね。僕も愛用しておりますが、はい、ウェルカムマッハです。今日も一日応援よろしくお願いします。そしてね、4月お休みなんですが、4月第1火曜日とその翌日、第3火曜日とその翌日がお休みです。4月4日5日18、19はお休みですんで、よろしくお願いします。
またライダーズカフェスタンプラリー、これは古い方なんですけどもね、こちらもやっております。これは今年の分ですかね。はい、こんな感じでね、個人収支の店ばっかりで集めてますんでね、ぜひよろしくお願いします。店舗の方はね、去年ほとんど変わらないです。ツーリングのね、目的地もしくは、ツーリング行った先に、近くにあればラッキーという形で、こちら冊子の方はね、各店舗に置いておりますんでね、なくなり次第終了となっております。そしてこちらですね。はい、今日も一発行きましょうか。ウイルスを封じ込めたければとにかくマスクをつけることだ。ゴルゴ13さんもおっしゃっております。でもね、このね、鋭い目、この燃えるようなファイトであるんですね。そして、弾もコロナも弾き返るというこのマスク、このマスクの中はね、スマイルなんでしょうね。よろしくお願いします。そしてこれが今日のトップページ、国民と共に防衛を考える情報誌守るということでね、自衛隊の専門誌になっております。こちらの方もね、マッハの方に置いておりますんで、ぜひ見に来てください。こういう形でね、体験説明会とかね、自衛隊のね、就職、進学、就職ガイド、そしてこれが昨日のトップページです。東日本大震災、自衛隊のね、活動報告、なかなかね、こういうのを見ることがないと思います。ぜひ、見に来てください。たくさんいろんな情報が載っておりますんでね。はい、そしてマハといえばダチョウの料理もそうなんですが、ダチョウの生ハムサンド、人気ございます。そしてこちらの方がね、ダチョウのね、関係ないですが、堺の観光土産になっておりますマッハの白いタレ、初恋の味と言われております。こちらの方はね、大阪堺、堺東南海高野線堺東駅前のね、観光案内所にも置いております。また堺仙木ハーベストの丘、こちらのね、駐車場にある JA 堺がやる、またキテナにも置いてます。またキテナというのはね、堺は道の駅がないんですけども、道の駅みたいなすごい、地元地産の、野菜とか扱っております。ぜひ、またキテナにも、またキテナ、そしてこちら6個入りもございます。こちらお中元お歳暮にも人気ございますが、三原の古代米赤米を使った紅白カレーセット、こちらの方はね、結婚式の引き出物とかね、受験生の願い事に叶うために、使っております。よかったら、紅白カレーセット、そして、こちら、目を閉じて食べると初恋の味、白いカレー、先手必勝白いカレー、来年はということでね、マッハの白いカレーは初恋の味、マッハ3はね、2サイクルで3気筒、当時世界最速のバイクで知られております。また破壊団のバイクとしても知られておりますが、破壊団はね、白煙を吐いて走ると、マッハはね、2サイクルなんでしょうね。2サイクルいうのはね、煙を吐いて走ります。白煙を吐いて走るから、うちのカレーを白くしました。これが、破壊団の白いカレー号、あ、ごめんなさい、白いカラス号ですね。はい、男前ですね。そしてこれがね、G バイクに連載しています、柳中蘭歩さんに書いていただきました。すごくね、マッハの7本も綺麗に書いておりますが、そしてこっちがウルトラセブンの諸星団、アマチマリ、久松さんね、スーパージェットの作者ロボダッチ、ジャイアントロボ青のラガー、6号の小沢さんと先生、ワイルドセブンの望月さん、日本のアニメ、アトムの妹ウランちゃんの声の声優さんのサイン、こちら日本の声優第1号の清水麻里さん、鉄腕アトムとか妖怪人間ベルの声優さん、こちらがね、戦国自衛隊の田浜先生ね、僕はデッドヒートという漫画が大好きなんですけどね、これはアーサー鈴木さん、
これはねスプレーアートといってね、世界にも3人しかいてない、作家の作品です。うちの奈良が光って見えます。でこちらがこち亀の秋元先生、白いカレーありがとうございます。そして右手の方がね、ガンダムの宇宙都市マクロスの巨大戦艦、マジンガー Z の体半分見えてるエンディングとかね、キャプテンハロックのアルカデオ、宇宙戦艦ヤマトのアンドロメダ書き方スタジオのような宮崎先生ですね。また他にもたくさんいろんな方がいてます。上條ヒロさんとかね、はい、富光陽子さん、元大関のバルトさんとかね、日本の一流レーサーさんで、おはよう朝日はね、島田勝アナウンサー、北ゆかりさん、中津留馬との本原落合彩子さん、また、山本関西の娘さんの未来さんとかね、名脇役の笹野武さんとか、まあ、ただでございます。こちらの方がね、 KBM 祭り、準優勝しました。こちらのマッハの7班でね、嬉しいことでしたね。ほんまに思い出が残ります。またこちら、元祖バイク系 YouTuber とも言われております。いろんなネタがいろんな形でありますしね、たくさん、掲載記事も載っております。またよかったら見に来てください。朝8時から夜9時までラスト入店が夜7時の段階で、どなたもいらっしゃらない場合は閉店とさせていただきます。もしね7時に間に合わない場合は、6時まで電話ください。お待ちしております。はい、今日も皆さんのお越しをお待ちしております。